数十キロワットという高出力の炭酸ガスレーザーで赤外光を照射すると試験目標は蒸発し燃え尽きる。炭酸ガスレーザーはガスレーザーの一種であり、機体の二酸化炭素を倍出に赤外線領域の連続波や高出力のパルス波を得るレーザーである。供給エネルギーに対して10から15%程度、最高で20%ほどの出力が得られる。 9.6マイクロメートルと10.6マイクロメートルを中心とする図の波長帯で発光する。工業レベルで実施用される製品は10.6マイクロメートルである。詳細は、レーザーを三小炭酸ガスレーザーにおける反転分布は次のような過程を経てなされる。電子が衝突することで窒素分子の振動が激しくなる。 窒素は等角分子なので、光子を放出してもエネルギーを失わず、その高い振動順位は、準安定で長時間持続する。窒素分子と二酸化炭素分子が衝突し、共鳴励起することで、エネルギー交換が行われると、二酸化炭素分子も振動順位が高くなる。規定状態の分子よりも多くの二酸化炭素分子が、上順位に遷移することでその領域が、反転分布状態に達すると、 わずかな光子の通過や衝突によって誘導放出が連続的に発生しレーザー発光となる。二酸化炭素分子に電子が直接衝突することでもエネルギーを受け取り反転分布に到達する。大きな振動エネルギーを持った状態の窒素分子や二酸化炭素分子は冷たいヘリウム原子などとの衝突によって規定状態へと遷移し冷やされる。一般にガスレーザーは エネルギー効率が悪いが、炭酸ガスレーザーは、例外的に、エネルギー効率が良好である。これは、他の分子では、規定状態から、反転分布状態までの順位差が広い割に発光に、使われるエネルギーは、そのごく一部に過ぎないためであるが、窒素分子と二酸化炭素分子の組み合わせでは、冷気状態の窒素分子の振動エネルギーが、ちょうど二酸化炭素分子を、 反転分布状態に至らせるのに必要なエネルギーに合っており無駄が少ないためである。二酸化炭素分子は上の順位へ繊維後の順安定状態での持続時間が比較的長いことも良好な効率に寄与している。炭酸ガスレーザーの模式図炭酸ガスレーザーの基本形式は低圧の混合ガスを含んだパイレックスガラス製の 放電管の一方の端に反射率99.5%以上の全反射鏡を置き、別の端には反射率35から60%程度の半反,反射鏡を置き、光を遮らない放電管内の側面や両端に放電用の電極を備えるというものである。鏡の大きさに対応した円形などの広がりを持ち平行でコヒーレントな光出力が、 半反,反射鏡側から得られるので、その後、利用に適するようにレンズや、応面鏡で集光されたり、ビーム直径が絞られたりする。大出力の光を導くのに、光ファイバーが用いられることは、あまりなく、波長に対応した、高反射鏡が用いられる。光加熱の問題を低減するため、レーザー出力および高出力のシステムに、多段結合することもある。鏡は、 放電管の両端に一体として作られる他に、放電管の外に置かれるものがある。用いられる鏡は銀が蒸着される。窓とレンズはゲルマニウムかセレンカーエンを使う。高出力が必要な場合は、金の鏡とセレンカーエンの窓とレンズが適当である。ダイヤモンドの窓とレンズを使う場合もある。ダイヤモンド製の窓は極めて高価だが、熱伝導率が高く硬いため、 産業用の高出力レーザーには適している。レーザーを増幅する倍質として二酸化炭素ガスを用い、その他のガスと混合して、放電管と呼ばれる光共振機内に導入し、外部より電圧を加えてガス内で放電させる。出力が大きくなると水冷式になり、さらに高出力の場合は混合ガスを放電管外へ循環させる外部冷却方式が取られる。 混合ガスの成分は発信機メーカーによって異なっている。レーザー加工機で用いられる大出力炭酸ガスレーザーでは光共振機内で工業周波数体と呼ばれる 100kHz、2ヘルツ1 3 5 6ヘルツといった高周波電流により放電することで倍出に冷気エネルギーを与える。これらでは入り熱などを考慮する必要から高周波の 放電電流を断続させることでパルス波とし、繰り返し周波数は一定のままパルス波の長さを変化させ、デューティ比を変えることで出力を調整する。急スイッチレーザーでは、音響工学的、電気工学的、または回転教式などによって、窮地を調整することで、単パルスながらピークパワーを高めている。レーザー発信を連続すると、混合ガスが劣化するので、 休ませる必要があり、また、ヘリウム原子が熱を帯びるので、冷やす必要もある。消出力用途で用いられる、封入型では、ガラス容器の側壁から、空冷や水冷で冷却される。大出力になると混合ガスは、放電管内に封入されず、光出力と、同軸方向や側面方向に、高速の流れによって、外部の冷却機構との間で貫流される。 ガス圧が高いほど大出力にできるため、光共振器の両側面から電極をサンドイッチ状に配置して電圧勾配を高めることで、大気圧でも放電を可能にした T 方式もある。出力は連続波出力がミリワット単位のものから100キロワット単位まで構築可能であり、回転式ミラーや電気工学スイッチを使った Q スイッチでは、その場合のピーク出力は ギガワット単位になる。二酸化炭素分子の特性から10.6マイクロメートルと9.6マイクロメートルの二つの波長を中心に9.2から10.8マイクロメートル程度の幅を持って出力される。実際このレーザーのセには直線上三原子分子の振動回転バンド上にあるため光共振器を調整することで P バンドと R バンドの回転構造を選択できる。 赤外での透過性素材はむしろ損失性があるので周波数のチューニングはほとんどの場合解説格子を使う。解説格子を回転させると振動繊維の特定の回転吸収線を選択できる。周波数の精密な選択にはエタロンを使うこともある。これと同位体値換を使うと 波数 880cm-1 から 1090cm-1 の範囲に連続的に分布する駆使型となる。このような炭酸ガスレーザーは主に研究用途で使われる。医療用炭酸ガスレーザー炭酸ガスレーザーは高出力が可能であるため、産業分野では加工用として切断や線航を行うレーザー加工機、レーザー溶接が使われている。 中出力では彫刻などに利用されている。出力波長が水に吸収されやすいことから生体生体組織を扱う外科手術でもレーザーメスなどで用いられ、歯科治療、形成外科領域や皮膚疾患利用されている。イスラエルでは手術の際の縫合の代わりに炭酸ガスレーザーで細胞を焼いてくっつけるという実験を行っている。また、 ラピッドプロトタイピングの光源としても利用されている。アクリル樹脂は2.8マイクロメートルから25マイクロメートルの波長体の赤外線を吸収するため、アクリル樹脂からマイクロ流体デバイスを製造するのに炭酸ガスレーザーが使われるようになってきた。赤外光は大気での吸収、減衰が比較的少ないため、ライター技術を使った軍事用の高波速虚偽として、 レーザーレンジファインダーに使われる。ありがとうございます。